弁護士の武史です。今日は半沢直樹についてやっていきたいと思います。これまで刑事事件を中心に10年以上弁護士やってきたんですが、半沢直樹をね、その弁護士眼鏡をかけながら見てると気になるシーンがね、もう盛りだくさんというところで、その中でも特に気になったシーン3つ、今日はねその画面を見ながら論評してね、みんなにクイズを出していきたいと思うので、ぜひ考えてみてください。じゃあ行きましょう。この産業中央銀行で働くことは私の夢でした。いや、しかし銀行はうちだけじゃないでしょう。いえ、こちらでなければダメなんです。それまで付き合い程度しか取引をしていなかったこちらの産業中央銀行です。本校は父が残した工業用部品の将来性を正確に見抜き、融資して救ってくださいました。ですから私はぜひとも本校に入ってその恩返しがしたいと思っております。はい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 、ここのシーン、これね第1話、初っ端もうまさにね最初のスタートなんですが、ここから違和感ちょっと感じました。これね、後々わかるんですが、半沢直樹、このねお父さんが産業中央銀行に助けられたというようなことをね、面接で堂々と述べてるんですが、蓋を開けてみたら真逆で、このね産業中央銀行から貸し剥がしを受けたことによってお父さんがね自殺してしまうということが、このねドラマの中盤ぐらいで描かれてます。これ最初だけ見てたらわからないんだけど、後見たら、いやこれ半沢直樹こんなんいきなり面接で嘘つきまくってこんな会社に入って大丈夫なんかなみたいなね、誰もが思ったと思います。はい、でね、ここでみんなに問題なんですけれども、もし面接で自分の経歴嘘をついた場合、何罪が成立すると思いますか？1、詐欺罪。2、虚偽告訴罪。3、無罪。どれでしょう？はい、5秒あるんでね、よく考えてくださいね。はい、これね、答えは無罪になります。まあね、悪いことをしているのは間違いないんですが、犯罪には該当しないということになります。まず一つ目の詐欺罪ですね。詐欺罪っていうのは相手から物とかお金、財物を取る犯罪なので、面接で嘘をつく行為自体には詐欺罪は成立しません。で、二つ目の虚偽告訴罪なんですが、これはね、警察とかに対して嘘の被害申告をした時に成立する犯罪になります。したがってね、面接で述べたこのような嘘については虚偽告訴罪成立しません。よってね、無罪ということになるんですが、ただね、一つ注意必要なのは、面接や履歴書にね、重大な事項に関する嘘を書いた時は、これバレたら後々内定取り消しとかね、解雇、そういうものの原因になるので、面接や履歴書でね嘘はつかないようにしてください。ではね、次これ問題かなと思ったシーン一緒に見てみましょう。金はどこにいくらあるんですか？知らないんだ、本当に。都合のいいこと言ってんじゃねえぞ。あんたたちのせいでどれだけの人間が追い詰められたか分かってんのか？ミキって女のところさん、このシーン覚えてますか？これね、半沢直樹が5億円貸し付けた相手のね会社あるんですが、実はね、蓋開けてみたら粉飾決済をしていて5億円を騙し取られたと。その後にね、半沢直樹が5億円を取り戻すためにその会社に乗り込んだんですけれども、このね、今倒れた人、これはね社長さんじゃなくて経理のおじさんになります。で、半沢直樹、経理のおじさんのとこに押しかけて、計画倒産した会社のね帳簿とか出せみたいな感じで胸ぐらつかんでわーわーやってたら、おじさん倒れてしまったんですけれども、はい、ここで問題です。これもしこの経理のおじさん、このまま死んでしまったら何罪になるでしょう？1、殺人罪。2、傷害致死罪。3、暴行罪。はい、よく考えてみてください。これね、ちょっと難しいので8秒時間取ってます。はい、これね、答えは2もしくは3ということになります。まずね、1の殺人罪、これは絶対違いますね。殺人の行為がない。まあ、半沢直樹ね、ケリーのおじちゃんこうやって押して詰めてたけれども、あの行為自体が殺人罪の実行行為になることはありません。殺人罪は成立しないんですけれども、仮にこれね、おじさんが死んでしまったことと、半沢直樹がこうやってね体を揺すって暴行したこと、その間に因果関係、原因と結果の関係が認められれば、
これ傷害致死罪になります。他方でね、おじさんが倒れて亡くなってしまったのが、半沢直樹のねこの暴行とは、無関係で、もともと持病を持ってて少なくともねそこに因果関係があると立証できないみたいな場合は暴行罪で終わることになります。だからねこの動画だけではどっちかということはできないんですが、一つ言えるのは殺人罪にはならないということです。ただね、あの経理のおじさんの襟持ってねガーッと揺さぶる行為、あれ自体は暴行罪に該当するので、最低でも暴行罪が成立して、その暴行と死の間に因果関係が認められれば傷害致死罪が成立するということになります。さらにね、一番難しいなと思ったのはこのシーンなんですよね。見てみましょう。東田さん、一緒に来てください。右行くぞ。はい、はい、これね、半沢直樹が計画倒産して5億円を持ってね逃げた、その社長さんのね隠れ家を見つけて、そこにね張り込みしてたら、こういうね修羅場になってしまったという感じなんですが、みんなあのさっきのね乱闘の感じ分かりましたか？一番最初に社長さんがゴルフバッグをねバンと置いて、そこからゴルフクラブを出して殴りかかったところ、半沢直樹ね普段剣道をやってるので、バッとね防御されてみたいな感じなんですが、その後女性がマンションの中から不意に飛び出してきて、バッグで半沢を殴って、その後ね瓶が入ったビニール袋で殴ったみたいな、そんな感じになってます。で半沢直樹ねわっと倒れてしまったんですけれども、ここで問題です。仮にこのね修羅場、この現場に警察官がやってきたとしたら、誰が一番悪いでしょう？1、社長さん。2、この女性。3、半沢直樹。はい、どれでしょう？ちょっとね、難しいので8秒用意してます。はい、これね、まずどういう観点から見るかというと、こういう場合ってね、結果から見ます。社長さん、半沢、女性。誰が一番重たい被害を負っているか。さて見ていくとね、これ間違いなく今回この現場では半沢直樹がね一番重たい怪我を負っていますよね。その原因となったのは誰かと追っていくと、女性が瓶の入った白い袋で殴った行為、その行為がね原因なのは明らかなので、この女性が一番悪いということになります。だから答えは2番ですね。さらにポイントとなるのは、この女性と社長さん、もしねここで意思の疎通共謀があった場合は、この女性と同じぐらい社長さんも悪くなるんですが、今さっき動画見る限り、この女性とね社長さんの間には意思の疎通がなくてね、現場で共謀は成立していなかったと言えるので、女性が今回が一番悪いということになります。ただね、一つだけちょっとね例外というか、今回のケース当てはまらないんですが、実際の喧嘩とかみたいな時のね現場の場合はね、これもし女性が社長さんを助けるために殴った、もっと言うとね、半沢直樹がねまさにゴルフのねアイアンとかで殴りかかろうとしてるのを、それは危ないということでね、あの白いバッグで殴って止めたぐらいであれば正当防衛が成立するということでね、セーフになりうるんですが、今回シチュエーションを見る限りはね、半沢直樹まさに殴りかかろうとしていたとか、そういうシチュエーションはなかったので、女性の攻撃は先制攻撃に近いという形で、違法性は阻却されない可能性が高いんじゃないかなと思ってます。はい、ということでのりちゃん、今日はちょっとね、半沢直樹の論評をやってみたんやけれども、こんな感じで、勉強になりました。ちょっと法律的に問題になるところがあったから、ちょっとピックアップしてみました、ただね、俺今回のこれもそうなんやけど、一番許せへんことあるね。何ですかそれ？半沢直樹の名台詞あるやん、倍返しだ。ありますね。あれはね、法律の精神に照らしたら一番許されへんと思う。え、なんでですか？岡野武の動画を見てくれてありがとう。法律相談はアトム法律事務所で、労働相談はみんなのユニオンで受け付けています。詳しくは動画の概要欄まで。武さん、はい、倍返しダメなんですか？あれダメやね。え、ちょっとお茶取ってくるわ。武さん、今日のお茶は何ですか？今日また多いお茶。いつもじゃないですか。多いお茶からなんか来てないですか、案件？全然来てない。
車でやろうかな倍返しね、はい、なんですか倍返し。倍返しは法律の精神からもちろんダメなんやけど、はい、ハンザーが言う倍返しは2倍返しってことでしょ。倍返しですか、ね、ダメ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 なんですか。1倍返しでもダメやから法律は。そうなんですか。1倍返しもなし、ありなのは防御のみ、はい、防御のみ防御のみ。そうなんですか、うん、例えば、はい、喧嘩とかなるやんか、はい、相手が殴ってきたのに対して防御するために殴り返すのは正当防衛やね。ただ相手が殴ってきて殴られたことに対して1倍返しするために殴るのはそれ積極的加害意思があるっていうことで正当防衛成立せえへんねん。あ、そうなんですか。そう、相手が殴ってきたことに対して防御のためにね殴り返すとか押し返すっていうのは正当防衛やねんけど、相手が殴ってきました、殴られました、クソーってなって1倍返しするのでまた殴ったらそれはただの傷害罪。うん、だから2倍返しなんか一番ありえへん。2倍返ししたら2倍返ししたやつの方が悪くなる。犯罪捕まっちゃうんですか。そしたら捕まっちゃう捕まっちゃう。まあ彼の場合は喧嘩してないからさ、はい、なんかもっと別の仕方の返しやけどさ、もう精神があかん。精神がダメなんですね。精神があかん。そんなやつは、そんなやつあかん。できるのは防御だけ。じゃあ返せないってことですか。返せない。自力救済禁止っていう言葉もあるから警察に言う、警察にそういうことがあったらですね。そう、自力救済したらあかんねん、はい。殴られたら、まあ、防御するか逃げるかどっちかかな。ドラマでも逃げないとダメってことですか。逃げないとダメ。だから半沢が取るべき方法ってあるね、はい、こんな会社で上司から合計の借金を押し付けられて倍返しだとかって復讐するんじゃなくて、そういう場合すること一つ。何すか。転職転職転職、はい、選択肢いっぱいあるんやから半沢くんぐらい優秀な人やったら、はい、そっか、うん、そんなね、あのねち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 やってもしゃあない、はい、なるほど。転職劇場ってことですね転職劇場はい、ということでね、みんなも修羅場に巻き込まれた時に法律的に許容されるのはね、防御までになります。防御か逃げるか、そのためにね、結果が生じた場合は違法性が阻却されるんですけれども、一倍返しもダメですかね。殴られたことでクソーって腹立って一倍返しするために殴ったらそれは違法になります。で、倍返しはね、もう持ってのほかということになるので、その辺押さえといてもらったらなと思います。今日は半沢直樹を題材に論評しながらクイズ出してみました。引き続きいろんなね、社会派のトピック扱っていきたいなと思っているので、ぜひ興味ある人チャンネル登録よろしくお願いします。こういうね、ドラマとか映画取り扱ってくれみたいなあったら、ぜひコメント欄の方書いてください。いつもね、全部読ませてもらってます。今日も最後まで動画見てくれてありがとう。また。